皆さんこんにちは、しだれ TV 石井亮介です。そして本日はスペシャルゲスト、はい、奥島智明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、奥島さんから僕にいつの LINE が来ました、はい、しだる出るよって言ったことありがたいですね。ありがたいね。本当にいいって話になって、何やるなんでもいいよじゃあハンズ来てそういうことで本日はですね、ハンズゴルフクラブさん、撮影させていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、何やるのっていうところなんですけど、じゃあまあレッスンとかね、打つとかいろいろあるんですけど、じゃあまずまさかの2022、はい、奥島コーチの、はい、フォアツインザバックをやろうかと。あー知りたい知りたいね。まさかの展開まあほら、ね、リアルスイングでは撮ってるかもしれないんですけど、まあ、シダル TV ではない。まあ、この機会にですね、奥島コーチがどんな風にクラブを選んでるか、はい、ぜひ見ていきたいと思います。お願いします。じゃん。コーチラウンドは結構やってるんですか？いや、そんなやってないです。あのゴルフにあまり行けないっていうから、お前が誘ってゴルフ行ったんです。よかったです。ゴルフ行こう、ゴルフ行こう。楽しかったですか？キャッキャとね、軽井沢行きました。人のことを気にしないゴルフはいいねっつってね。そうだよね。大変だよね、コーチはね。じゃあ、まあここからこれでしょう。これヘッドカバーの中身は一致してるんですね。一致してます。はい、LS トリプルダイヤ、もうこれ過去一良かったです。10.5 度。あ、 10.5 度なんだよ、はい、あんま上がんないですよね。やった、俺と一緒だ。めっちゃ上がるんですよこれ。すごい上がって、上がってスピン少ない。俺の9度が全然上がんないから、もう。でこれがまたファイヤー、ファイヤークスレー、あ、プロココンポジットテクノ、はいはい、アメリカ仕様ですね。こう売ってんの日本？アメリカでしか。あれでも日本でなんかホームページ載ってなかった？あ、載ってるかもね。頼んだら買える的な。え、じゃあもうこれは過去一、どんなところが一番良かったんですか？球上がる、スピン少ない、うん、そんな難しくない、捕まる。あ、お、ほら、はい、違うんだよな今の何が違うんですか？なんか変なんだね。変でしょ。変でってないの？どこ？50行こう。50は上がるんです。50でろうな。49.1。 いや、飛んでそう。コースでこんな振るんすか？常に振りたい。305。結構コースで振ってる。振ってる。朝の一番から振ってる。あ、そう若いなって思って振ってる。もうちょっとあと2球いかせてください。石井の技をさ、見てる。たまに枯れてスイング。いや、だから一緒に行くと僕も朝から振りますよ。あ、これは痛いでしょう、うん、これ師匠飛んでない。これ師匠アッパーですね。師匠アッパーですけど、アッパーですね。出ちゃった、これ。かわいそう。これはね、エラー。これエラー。これ320ぐらいいけるはずなんですけど。ランがね、エラー。そう。これ、しだるでよくあるやつなんだ。いい球の時に出ちゃうんですよ、これ。新さんのトラックもある。異常に。今日、修理で帰ってたばっかなんですけど。ほら、もう、いい球じゃなくなっちゃうんだよ。石さんのトラックも意地悪な。棒玉。これ、だんだん、ほら。スピードも落ちてきちゃうし。最近はなんですか、こうちょっとアッパー。みんなアッパーですよ。ああ、そうなんだ。石井さんのあのアッパーは奥島さんがダメって言われたからレベルになってるんですよ。まあ石井さん散るからね。アッパーの試合来てるね。所詮こんなもんか、俺は。いやー、素晴らしい。これ、石井さんが打ったらどうなるか、ちょっと見たいな。はい。じゃあ、綺麗に、一回これ使ってください。綺麗に、綺麗に振ってるやつ。別に飛距離とかじゃなくて、綺麗に振ってるやつ。別に飛ばしっこじゃない。指定対決が始まる。指定対決が。あら、綺麗に振ると回るっていう。
あ、ストレートフェード。相当落ちるね、やっぱね。ここ大体今の感じぐらい。そんなもん。そうですね。ちゃんと綺麗に綺麗な球で。キャリーだからね。綺麗に綺麗な球で終わりたい。これぐらいでいいよ。だいたいこうして。結局どうなったの？これぐらい。結論どうなってるぐらい？レベルで振ってます。そうそうそう、軽く振るとこうなるんですよ。ないですないです。やっぱコース仕様になるとそれぐらいになるんですよ。ああ、なるんだ。石井選手、軽く振ってこいだもんね。あら、石井さんもちょいやっぱね。いやほら、今先生からアッパ解禁っていう今ね、今収録中に解禁になった先生、アッパ解禁って噂が今あー光った散るもん、ほらそう球が散るんだよCPNG だよ。アッパしちゃった、アッパしたらだんだん散るね。正解かも。それは S だっけ？これはただのトリプルダイヤだっけ？はい、ただのトリプルダイヤの川本力選手も使うというノーマルトリプルダイヤ。僕はウェイトを外してないので。シャフトが変わってる。シャフトのグリーン。ああ、はい、さすが無軸らの仕事をたくさんやられてるだけだと。語弊がありますけど、奥島さんもベンダス TR の仕事やられてますからね。失礼しました。パターの仕事も一緒に、ね、そう、僕と奥島さんでパターの仕事もありました。本物さんは高くないんですよね。先なかったと思うんですよ。あー、球すごいな。スピンが陽性変えてくる。はい、今のは。いや、3200で収まりましたよ。さすがローグですね。師匠の安定感すごいね。まあ、珍しくちょっと開いて当たるね。3200。ちょっと。いやまずいぞ。僕の回じゃないからね。ああそうだね。じゃあ僕の回じゃ、僕の番組でしょ。そうだね。発行じゃあラストだよ。はい。石井さん。おお頑張った。った。これもいいんじゃん。いい音するね。あまあこんなもん。ああいいじゃないですか。このオクシーの圧勝という。はい。師匠の勝ちというか。実際コースででも見ると、奥島さんは結構高いです。これに変えてはめちゃめちゃ高くなった。高い。だから、ドッグレッグのホールとか、あの普通に木の上行きますから。でそれで木の上打った後に僕の方見て、来るよねっていう感じで。はい、わかりましたって行くんです。ちなみに今年出た他のモデルもいろいろ打ちました。全部打ちましたよ。その中でこれが良かった。ダントツこれでした。で後ろのあまり取ってある。なるほど。俺と同じ。こっちの重りがないんだって。重りなし。こっち外してる。あ、重りなし？中身なし。あ、そうなんだ。それ外れるとも外れないともメーカーの人は言わなかった。外れたし。外れる。でこれは何蓋してるの？それなんか最初からついてる。重りはね10何グラムとかしかなくて、その機構全体だと20何グラムあるんだよね。あの受けのところはもうちょっと重さがある。このシャフトはどんなシャフトなんですか？どんなだったっけな。基本的にアメリカ人好みですよ。全部アメリカ人好み。ぶったたけるようなやつ。そう。ぶっても大丈夫っていう。僕もこれ出してもらったんですけど、僕には歯が立たなくて硬くて。あ、手元は硬いと思う、うん、多分こんな感じのドライバーです。まあでも大絶賛。今年の秋のモデルはもう打ちました？いや何もまだこれから、うん、打っちゃってるの？いやいや打ったものもあれば打ってないものもあれば今世の中的にはほらタイトリストとね。あ、タイトリストはこの間コースで打った。もう買ってる人がいる。
あ、なるほど。あのお近くにね。お近くにいる。お近くにいらっしゃるんですね。どうでした？あ、悪くなかったね。スピンが少ないっていう印象だったっけ。変えようとまではいかない。は、まあ、ならないかな。これが3番ウッド。そのまんま。クラスだ。クラス。これ発売当時から褒めてたよね。これ良かった。ね。球強いし、上がるし。シャフトは同じモデルの 7X。グリップ割と細め。まあ何でもいいんですよ。何でもいいの。何でもいい。パルマックス。メイドインジャパン。もうちょっとパルマックス褒めてあげて。あ、そう。あ、そうね、いいゴムを使ってるパルマックスですね。スタンダード。石井プロはステルスプラスは時に召さなかったんですか。僕なんかこの分厚い感じがなんか球が浮かない気がして。そう、するでしょ。うん。浮くの。意外に上がるんだよ。うん。で結局僕はエピックスピードから変えられず、去年のモデルじゃん。そうで、まあ一応ローグのトリプルダイヤとかサーモアット今試してますけど、まあでももちろんねいいなとは思ってますけど。なるほど。そしてマーヴェリックがいい。これ変えてないだけなんですよ。なるほど。でってことは5番もローグにしたかった。あ、ローグにしたい。サーブゼロ、5番、悪くないからそのまんまにしちゃってるよね。まあシャフト同じく、シャフト 7X。 実際に3番とか5番ウッドそれぞれに何かこう求める、こういう弾道が欲しいとか、飛んでくれてそこそこ上がってくれて、うん、それなりに打ちやすかったらいいかな。こっちはこれは本当高さ、高さが出てくれるか。やっぱりグリーン直接狙うし、止めたいし。おー、ナイスボール。いやー。241、261。5番のスピンですよ。この間の奥さんコースで測ったドライバーたまに変わんないっていうそういう問題が3番打ってくるでしょ。おー高い、打ち出しが高い。しかも相当いいんかな。スピードあんま変わんなくない。5番と3番がスピード変わんない。あ、やっぱスピードしないか。初速が出てる。これはどうなっちゃう？って思うじゃないですか。そうでも変わらないですこの間一緒にゴルフ行った小沢くんに僕も奥島さんも置いてかれてるから、ね、小沢飛ぶんすよ。あいつ飛ぶよね。いい球。ちょっと入ったっすね、今ね。カットすると入るんですよ、調子。結構さ、スマッシュも。こんなもんだな。そう。距離はどのくらいで計算してるんですか。3番と5番。3で265とか270はいかないかなっていうぐらい。5で245ぐらいかなという感じの。キャロウェイ、テイラー、キャロウェイで、ユーティリティが2本。これもね、変えてないですよね変わってないですよね。本当はステルスに変えようと思ってた。はい、大してゴルフしないから、もう
ずっとそのまんま。25シームレースキュー25。これなんかあんま上がんなかった印象がある。いや、上がる上がる上がるし、うん、雨の日はやばいドロップして飛んできてる、うん、4と5が入ってます。22と22マックスは上がるのが、うん、だいたい何ヤードぐらい打つんですか。いやー230で、こっちももうちょっといくかな。なんかこの間打ったらもうちょっといってたから、こっちが225とか。ゴーストツアーエースです。もうユーティリティはもうこれ以外無理だった。これがやっぱり一番良かった。これ、ちょっと捕まる感じじゃないですか。そんなだよ。で、これがあった上で4番アイアンがいるでしょ。もう何でもいいんですよ。時によってあ、コースによって何本入ってても今いいし。そうね。ね、聞いた。僕の本数が多いって文句人がいるけど、ね、いっぱい入ってる、ね、いっぱい入ってますよね。ウェッジだって見てほら、いっぱい入ってるでしょ。でも何でもいいんですよ、ウェッジも。いや、よく数えて、僕より多いと思うよ。ゴルフ場行くと結構な数言われるもん。まあそうですね。3本の19本とか。そうそう言われる。で、ごめんなさい、アイアンが ZX7 と7ですね。これ結構長いね。あ、760やめちゃったんですね。760は鉛張りすぎて。ごめん、そういう理由。そう、もうめんどくさくなって。現行モデルですよね。130。そろそろ新しいのが出る気配の。130も珍しいですよね。130でもプロが好きな人、ね、なんか測ったら130じゃないかなと思って、うん、この人でも結構まあまあああいうショット変えてますよ、うん、だって DG だったりモータス125だったり125のなんか プロトっぽいのもあったり、うん、今130。またそのうち変わるだろうね。これ簡単、うん、まあ上がってくれるし。だって初めて出会った頃 PXG だったよ、うん、あ、そうだね。中空とかも使ってたからね。で、ウェッジがいっぱい、めっちゃ回ってきてる。ボーケー、アーティザン、ほんま、ほんま P まで全部7 ZX7、はい、1本だけ5が、まあ、5が入ってるんです。おお。はい、女子で5使ってる選手多いです、ね、多いですね。これ130です。5と7はどう違うって言いますか。え、5と7は厚みでしょ、うん、で球の高さでしょ、うん、あと飛距離やっぱりちょっと飛ぶっす、ね、この間220のショートをちょっと上げててこれで打ったらぴったりだったからやっぱ飛ぶんだ、それすごいね。何やるの。早いですよね。なんかここのボール飛ばない。だからここの球飛ぶから。ここのボールでこれやると飛んじゃう。5とか10飛ぶ。え、本人感覚何ヤードですか。190 184分。だいぶ手前だもんね。だレンジボールなんだけどコースボールっぽいんですよ。だからその微妙なあれが取れない。微妙にちょっと飛ぶんだよ。そう、やりましょう。 N 使って風がちょっと気になるね。効いてますね。飛んじゃうもん。そしたらじゃああれ行きますか。 ZX5 はい、打ち比べ。ドラッグマンレンジはどう。そんなことない。 いや、なんかそういうドラッグマンレンジとこれみんな見比べてますから。 ZX5 5番です。どっちがドラッグマンの方が。結局毎回違う。ドラッグマンの方が飛ばないことが多い、うん、あ、高い。球の高さはまるで違いますね。
子プロがたくさん使用するだけなのか、変わんない風でね。よく見えるけど、そして、ま、あのそんな距離変わってないじゃん。曲がんない感じがする、こっちの欲しい。オッケー。謎に4万円だけ X が入ってるね。なんで、なんか分かんない。なんで、しかもだって、ほら、あ、こっちがね、あ、これプロトだ、打てないやつだからね。打てない。なんで入ってるの4万アイアンは。どういう時使うの？風強い時のショート、セカンド。 4は5にしようとしなかったの？え、あ、4はね、しなかった。しなかったんだね。うん、なかなか謎でしょ。謎でしょ。5だけ1本だけで、まあ、4から P まで行って、まあ、日によって入れ替えて。そうそう。でウェッジのピッチは何度にするのがメイン？5258がメイン。がメイン。2本こういっぱいあるけど、たまに55とか出てくるけど、うん、レギュラーメンバーはどうですか？525558ですね。525558、サンド刻み。5255でしょ。525でしょ。奥さんの柔らかいアプローチ、これ。ああ、58なんだね。60ではない。でも10は、ね、使いづらいし、見てほしい、このペタペタな。そのトレーリングウェッジをごっそり落としてるウェッジを使ってる選手が結構多いんですよね、男子ツアーとかね。あ、そうですね。当たるんですよ、裏がすごい。うんうんうん。なんかこう弾かれて立って前飛んじゃったりとか。つまりバウンスない方がいいじゃんぐらいの。そこの面は広いんだよね、だからその、うん、そこの面は。ウェッジは何基準で選ぶんですか？スピンですか？高さですか？でも本当に思ったまま飛んだらいいなっていうぐらいの感じ。なんかちゃんと乗ってくれれば何でもいい。ペースに乗ればいい。アーティザーはこれ 5-6? S だって、アーティザーなんかほらすぐ変えるっつって最初の頃に変えてたよね。変えてた ね。その頃から本間のこのウェッジはいたし、まあ、ボーケーもいるし、あとバターですね。バターずっと変わんない。バター変わんないね。長いね。永遠に変わんない。もう。あ、これ。お互いやつですよ、これ。お互いけど買ってないやつじゃないですか。これ T マークですか？そう。T マーク。T マーク。T マークだ。お互いけどほら、現場で配ってるやつじゃないですか。そんなのあるんだ。そんなのあるんですよ。僕らの知らない世界が。ツアーの現場で。ツアーの現場でね。はい、これはもう B です。ツアー B です。なんで XS なのって前聞いたら、その辺に転がってたからって言ってましたけど。XS、まあ、どっちでもいいんですけどね。両方しやすいから。両方乗るからどっちでもいいんだけど。僕レベルじゃ。でも前作よりも乗るでしょ、やっぱり。乗る、ね、その感じはするよね。この中で今一番気に入ってて、ちょっとこれはしばらく買えないな。あ、これは買えない。あ、これ買えない、うん、逆にちょっと、これとこれは買えない。変えたいな、これはなんかいい。もういい加減もういいんじゃないですか。この辺はじゃあいいの物色して、ステルスに変えようかな。場合によっては。あ、ちなみにアイアンのシャフトとかドライバーのシャフトとかを夏とか冬とかで変えたりしますか？しない。1年間ずっと一緒。変えるタイミングってどういうこと？なんかちょっとスイング変わってきて、球が変化してきた時にちょっと変えようかな。なんかキャロウェイさんが来年のまたこれ新しいバージョンはもっと自信があるって言うんです。マジですか？この間ちらっと話したら調達しなきゃいけない。そう奥翔さん、クラブに何を求めるんですか？例えば優しさとか、操作性とか、打感とか、優しさと捕まらないこと。捕まら、左に行かない、うん、左には行ってほしくない。よし。でもドライバーは程よく捕まるんでしょ？適度。あ、適度。
じゃあ奥島さんのフォアツインザバック、まさかのシダル TV バージョンでしたけど、お楽しみいただけましたでしょうか。女でいいんですかね。女で大丈夫です。だからなかなかほら見る機会がないので、またクラブが変わったら教えてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。